あなたが好きでした。だからこんなこと書きたくないけど、彼氏とも幸せに。あなたといると私は頑張れない。何かを頑張る人間になれない。私が真剣に付き合いたいと言ったらどうしますか？宣言が出てからは完全にテレワークです。一人の時間がやってきました。私たち離婚しない？はぁ？10月2日17時28分件名 RERERE 突然のメールお許しください。君を愛す、君を愛す、何度でも書きます。君を愛す。本当の意味で一人で生きていく人生を受け入れたんです。特にこういう状況になって二人でいることも多くなって、ああ出ちゃったね、あなたの本性。そうやってずっと私を見下してきたんだよね。わかる、やだよね。ずっと見下してきた私が脚本書いて、今あなたがろくに仕事もないんだもんね。あるよ、今だって深夜ドラマ書いてるだろ。コロナでぶっ飛んじまったけどな。俺だってお前を軽蔑してんだよ。いちいち役者仲間に会う時に、赤ちゃんだったタロのこと連れてって、え、今は違う幸せを手に入れましたみたいなアピールばっかりしてただろ。バレバレなんだよ。してたよ。悪い、そうでもしないと気が狂いそうな生活だったから、あんたのせいで、あんたに足を引っ張られ続けたせいで私の人生何年かぶち壊されたから、もう二度と邪魔しないで。自ら女を下にしてたけど、あの人。ああ、今お袋関係ないだろ。何お袋って、電話じゃママママ言ってるくせに。言ってないだろ。あの女があんたを甘やかして育てたから、こんな自己中のどうしようもない男ができたんだよ。私タロには絶対にあんたに似てほしくない。てか絶対あんたみたいには育てないけどね。10月2日10時23分件名突然のメールをお許しください。佐々木克明様、突然のしかもぶしつけなメールをお許しください。私は丸山彩乃の友人で片山夏樹と申します。部外者の私がこんな形でご意見するのはどうかと思いましたが、あなたにお伝えしたいことはただ一つです。彩乃と別れてください。10月2日17時28分件名 RERERE 突然のメールお許しください。片山夏樹様、強烈なメールをいただいておりますが、私は堂山三太郎と申します。アドレスをお間違いですよね。佐々木克明は私の上司です。彼が不倫しているなんてことは全く知りませんでした。遊びじゃないと言ってくれてるなら最後に一つだけ質問します。私が真剣に付き合いたいと言ったらどうしますか？奥さんと別れることとか考えますか？夏樹、夏樹ちゃんへ。あなたに惹かれているのは本当です。実際妻とは離婚の話も出ていますけれど、すぐにそうしますとは即答できません。諦めるしかないんですよね。わかりました。不倫はダメですから、潔く引き下がります。夏希ちゃんへ。今日は10年前に夏希ちゃんから初めてメールが来た日です。記念日ですね。いや、彩乃さんは本当国宝級にいい子ですね。夫婦ともども素敵でした。夏希ちゃんの話もしましたよ。年末に日本に戻るつもりだったけど、
なるべく早く帰ります。あなたに会いたいです、堂山三太郎。堂山さん、前にも書きましたが、私は直接は会わない方がいいと思っています。堂山さんが困ることになるんだと思います。だから許されるならこうして時々メールをさせてください。私は展覧会を楽しみにしながら自分の生活をしてますから。夏希、好きな人との暮らしが全て心の充足になるとも思いませんでした。ただ自分自身、東京での自分の居場所に違和感を覚えていました。最初は快適に思えた会社も、気ままな一人暮らしの部屋でさえ、何かに侵食されていくような感覚が拭えなかったんです。君を愛す、君を愛す、君を愛す、何度でも書きます。君を愛す、君を愛す。コントラバスの地面をのしのしと歩くようなウォーキングベースが打ち出すスイングというリズム。中学の時に初めてジャズを聴いた時、僕はこの愚直なまでに前へ前へと進む低音のリズムに胸がときめいた。そう考えると、この節夫君との15分は私にとって、僕にとって唯一何でもないおしゃべりができる時間でした。しかも15分というのはちょうどいい。休みの日はね、朝からコインランドリーに行って回り続けている毛布をぼーっと見つめるの、すごく癒される。優雅でいいね。どんだけ時間持て余したらそうなるの。やっぱ独身だよね、この人。僕はね、休みの日のお昼はよく鍋やるよ。鍋？うん、スタンディングしゃぶしゃぶ。スタンディングしゃぶしゃぶ。うち卓上鍋とかないから、コンロに鍋を置いて、だし汁沸かして、薄切りの豚バラしゃぶしゃぶして、その場で立ったままポン酢で食べちゃうの。でビール、洗い物も少なくて済むし。それは発明だね。タイガーグリル鍋ぐらいもうアマゾンで買いなさいよ。たこ焼き器だってついてるんだから。やっぱり独身だよね、この人。昔からちょっと変わった人だったけど。昔からちょっと変わった子だなと思ってたけど、こんな年まで独身でいるからには若干人間的に問題あり。いや、人のこと言えないけど、